何か言いたいことがあるんでしょ。話してちょうだい。あまり時間はないから手短にね。バナーが使ってたヒドラのラボに戻るべきよ。あそこには。それ以上言わなくていい。答えはノーよ。強い決心を持ってそう言ってるのかもしれないけど、やってることは完全に間違ってる。もう時間がない。大胆な作戦に打って出るなら今しかない。全てを失いたくないならね。じゃあ私が同意したとしましょう。あなたはヒドラのラボに戻り、彼らは当初の目標を成し遂げる。つまりあなたを始末するということよ。その方がよほどまずいんじゃないかしら。もうそんな愚かな作戦の話は聞きたくない。チームワークを強めるべきだとは言ったけど、みんなで突拍子もないアイデアを出せとは言ってないわ。今このチームのリーダーは私よ。リーダーである以上方針は決めさせてもらう。今は彼らを率いてガンマアクセラレーターの回収に向かうのが私の判断よ。分かったわ。ならいい。どうしてもじっとしていられないならチームを集めてみんなの知恵を借りて時を止める方法でも考えたらどう。今や時間も私たちの敵みたいだしね。あんたで白状しなさいよ。ケアテイカーになんて言われたの？バナーのラボに取りに行こうって提案したんでしょ。スタークのガンマなんだっけ、アクセラレーター。そう、それ許可されるはずないよね。無理だよ。サラの許しなんか関係ない。うちなる反逆者が目覚めてきたみたいだね、ハンター。気をつけないと、ケアテイカーの要注意人物リスト入りだよ。私たちみたいにいい子にしていたいけど時間がない。そう、みんな同じ。もっと信頼してくれればいいのにね。そうすればこっちだってコソコソしなくて済む。私たちは十分信頼に値すると思うけど。自分のことしか言えないけど、私が本当に信頼できるのはあなただけだよ。あんたもね、ハンター。あんたにニコにブレイド、ロビー、あとワンダ。ワンダのことを忘れちゃいけない。彼女は今も苦しんでる。早く助けてあげないと。そのためにもケアテイカーを説得しないと。バナーのラボに戻ることがチーム全体の一番の利益になるんだって。あそこでワンダに会えると思う？ええ、きっとね。さ、早いところその方法を考えないとね。頼りにしてるよ。補欠にいらずんばだな。誰にとっても何かをもたらすはずだ。じゃあな。
何の装置であれ、奪われて調べられるぐらいならヒドラは自分たちの手で壊そうとするでしょうね。兵士たちが装置を狙ってる。どんな手を使ってでも止めて。ターゲットシステム起動。削りだが効果は。でも吹いてるか。敵目標確認。今日の調子はどう？これからフォールンの相手をしないといけないわよ。誰から分有効活用させてもらう。頭がクラクラする。覚悟ができてるといいな。前の俺を危険だと思って今
危険だぜ。今の精一杯だ。このために生まれた。援護は任せろ。俺は上物の酒のように。違うんだ、ビクター傷が残るだろうな。今のところはこっちが優位ね。敵の残り時間は少ない。着をつけよう。
ても遅い。この時は言っていた。楽しくなりそうだ。あるじゃない。運が悪かったな。ヒドラのおかげで新しい機材が手に入ったようで、ご苦労様。ブレイズに会うのがそんなに嬉しいの？噂じゃものすごく嫌なやつらしいよ。なんだよ、彼は初代復讐の精霊だぞ。マジックは自分をロシア人だと思う？そっちが先に答えて。自分は何人だと思う？
国籍や国旗はあまり気にしたことないわ。私もよ。地獄の隣の世界で暮らすと世界中の国がバカなことを繰り返してるのが見えてくる。どこかの国が文句つけてきたらどうするの？非常用のお菓子を全部リンボ界に運んでほとぼりが冷めるのを待つ。笑ってない、ちょっと驚いただけ。リンボ界に星はないの？頭が火の玉どころの男。トニーは人工衛星をいくつか打ち上げてブレイズを探すと言っているが、そういう手段でどうにかなるとは思えない。それにしても天の助けとは真逆のものが来たな。まさか永遠に炎に閉じ込められた謎の悪魔に助けられるとは。悪魔とは本来邪悪なものだが、この悪魔は協力してくれそうに見える。私としたことが信じてしまいそうだ。本気じゃないでしょうね。悪魔のアドバイスを聞くなんて間違いだし。そろそろ信用してくれたまえ。私は長年悪魔と付き合ってきた男だぞ。確かに危険な悪魔もいるが、この悪魔は手がかりとなる可能性が高い。そうすると、ロビーは？ブレイズを見つけるための鍵となるはずだ。しかし、どうすればそれが叶うやら。スタークと私の仕事がまた増えたな。トニーと二人で知恵を絞らなくては。近いうちに何か浮かぶはずだ。調子はどうだ？いいか、人に言えない秘密を綴った秘密の日記帳を見たいわけじゃない。だから慌てるな。君が誰を好きでも僕は気にしない。こんなことを頼むなんて自分でも信じられないが、魔法のベールの向こう側をちらりと見せてほしいんだ。魔法のベール？そうだ、別にトランプのトリックとかが知りたいわけじゃない。魔法の秘密に興味があるんだ。特にお化け方面のな。面白そう。興奮するわ。あなたと知り合いになれたら喜びそうな悪魔たちがいるの。その悪魔ってのは心優しいフレンドリーな連中か、友達募集中って感じの？悪魔は悪魔、全てはあなたのアプローチ次第よ。ポイントは敬意と服従の意。次元のドアで自分のエゴを確かめてみて。エゴを？僕がか？すでに確かめてある。ドアマンにチップも渡してあるぞ。いつどこで始めるかを決めたら教えて。君と仲良くしといてよかったよ。この手のことを気軽に相談できるし、あれこれ余計なことを言われないからな。ストレンジに相談しなかったの？あいつも専門には詳しいが、教えを請えば長話が目に見えてる。あの男は自分の声が好きなんだ。特に呪文を唱える声がな。差し支えなければこのレッスンのことを秘密にしてもらえないか？
魔法を学びたければ好きなだけ学べばいい。でもこれはストレンジのテリトリーよ。いつかは気づかれるわ。分かってる。ちょっと優位に立ちたいだけなんだ。あいつに全部筒抜けになるのはまずい。分かったわ。確か最初の課題にちょうどいい読み物があったはず。あそこの棚にある本で題名はオカルタペリキュラアメット。僕のラテン語は結構錆びついてるんだが、危険な魔法の秘密って意味か。イニシエの魔法使いは洒落た題名を嫌ったの。とにかくメモを取って、また話しましょう。こっちはいつでもいいぞ。あんたの自由だ。じゃあな。今日もどう猛で素敵よ、チャーリー。あるんだ。ありがとう、ハンター。それじゃあ、君がいてくれてよかった。中のせいでこっちの評判まで下がるんだ。覚悟しろ。日々成長してるぞ。
羽ばたきする。ママが恋しいだけみたいに聞こえるぞ。やってる。地獄についてマザーによろしく伝えてくれ。遊ぼうぞ。かかってこい。調子に乗るなよ。ひどい見た目だと思ったの。狂信者ってのはいつもこうだ。次は その口でマザーにキスしてもらう。こういう連中のせいでこっちの評判まで下がるんだ。必要させてもらう。お遊びはここまで。
り返すんだ。今回はすっかりやられちまった。強靭者ってのはいつもこうだ。最強にもまだ伸びしろはある。始めよう。マンシングもひどい見た目だと思った。その口でマザーにキスした。着いたらマザーによろしく伝えてくれ。行くぞ。ママが恋しいだけみたいに聞こえる。お前が悪いんだぞ。地獄に着いたらマザーによろしく伝えてくれ。こういう連中のせいでこっちの評判まで下がるんだ。やっと。その口でマザーにキスした。よく見てろよ。マンシ
シングもひどい見た目だと思った。覚悟しろ。強靭者ってのはいつもこうだ。少ないんじゃないのか？美味しいだけみたいに聞こえるぜ。かかってこい。マザーによろしく伝えてくれ。こういう連中のせいでこっちの評判まで下がるんだ。強靭者ってのはいつもこうだ。マンシングもひどい見た目だと思ったが、
それで、どうしてみんなここに集まってるんだ？作戦があるの、ロビー。あなたはあるものをつけるだけ。何を？これから話す。主張が強いやつだ。で、どんな主張なんだ？落ち着け。楽しくなるぞ。君にはジョニー・ブレイズを呼び出してもらう。どうやってジョニー・ブレイズを呼び出せばいいんだ？それじゃまた。トラブルに気をつけて。始めよう。それじゃ。気に入るぞ。調子はどうだ、ボス。こいつは期待できそうだ。たまに自分が怖くなるよ。自動化すればループから抜け出せる気がするな。手紙書いてくれよ。いつでも待ってる。
ハンター聞いたか？ええ、ここに立ってたから。正直に言ってくれ、本当にジョニー・ブレイズを呼ぶには俺がうってつけなのか？重要なのは復讐の精霊だと思うの。あなたとブレイズをつなぐ共通点でしょ。お、じゃあ何か？スパーキーだけに手伝ってもらえれば本当はそれが一番って言いたいんだな。そういう考え方をしても何にもならないよ。今あなたがいないとチームが困るの。エゴは捨てて。一人で部屋にこもらせてくれたら、それだけで俺のエゴはおとなしくなるよ。他に気になることは？あるよ。でも一週間悩んでるわけにもいかないだろう。やるしかないよな。どうすればいいのか教えてくれ。元気？ヒドラ兵が面倒を起こしているわ。排除しましょう。大手の前。しつこい奴らね。